はい、皆さん、こんにちは。ファミリーゴーバイです。今日はですね、テニスの話題をしたいと思います。錦織選手が、ニット ATP ファイナルズに、進出決定しました。上位8人の選手ですね。それで、この ATP ファイナルズは2つに分かれるんですね。グループ分けがこれが面白くて、グループの名前が、クーガ・クエルテンっていうグループと、あとはレイトン・ヒューイット。まあ、往年の名テニスプレイヤーですね。まあ、往年って言ってもまだ最近ですけどね。そのグループが分けるんですけど、錦織選手はレイトン・ヒューイットグループに入りました。で、まあ、誰がいるかというと、まあ、フェデラー。あと、ケビン・アンダーソン。世界ランク6位ですか。あと、ドミニク・ティーン。世界8位。で、まあ、錦織選手。なんですけども、この、まずここで2人が勝ち抜いて、で、準決勝ですか、準決勝戦って、それで最終的な決勝で戦うということで、まずこの4人のうちの2人が脱落して、2人が準決勝進出したという形です。正直、ケビン・アダーソン、ドミニク・ティーンですか。この2人に関しては、錦織選手は割と相性がいいです。なんで、この2人に勝てば、まあ、ベスト4を、まあ、いけないことはないなという感じがあります。ただ、将来的なことを考えて、錦織選手はやっぱり、フェデラーに勝っておきたいですね。フェデラーに勝って、それで、まあ、準決勝行ってもらいたいですけども、錦織選手については、このファイナルズの、結果を待って、話していきたいと思うんですけども、まあ、今日は、このファイナルズについての、まあ、お話を中心に、やっていきます。それでまあ、錦織選手、まあ、よくやりましたね。今年はまあ、怪我からの復帰ということで、最終的には世界ランク9位ですか。まあ、それでまあ、行ったんですけどね。それで、このファイナルズですけども、日刊スポーツに面白いことが書いてあるんですね。どういうふうなものかっていうと、ちょっとまあ、抜粋して読んでみたいと思うんですけども、ですね、まず出場料ですね。出場した時のその、金額というか、もらえる額が、まず20万3000ドル。日本円にして約2230万円。もう、出場料ですからね。1次リーグ1勝につき、同額をもらえる。まあ、2230万円もらえると。で、5勝全勝で優勝すれば、271万2000ドル。約3億円ですか。まあ、もらえると。すごいですね。まあ、全勝はまあ、難しいっちゃ難しいですけどね。で、この待遇ですね。待遇。この大会の待遇。高級ブランドのスーツが与えられると。で、あとは個室のロッカールームとか、タオルなど、使用するものに全て名前が入ってる。送り迎えはベンツ。なるほど。プリウスじゃないんですね。プリウスではないか。ということで、まあ、本当にもう最後にふさわしいような、まあ、ビッグトーナメントということになりますけどね。本当に選ばれた上位8人にしか、まあ、できないということですね。これの前の、戦いで、あれ、パリですか。パリで行われた大会で、錦織選手は、フェデラーに負けましたけども、6-4、6-4で負けたのかな。ダイジェスト見ました。ね、内容的には悪くないですね。だから、今度のファイナルズで、もう初戦いきなりフェデラーとですけども、まあ、勝っても全然おかしくないような、感じでしたね。そのパリの、試合を見る限りにおいては。まあ、あの試合に関して言えば、フェデラーの方が、錦織選手よりも、左右に散らせたんですよね、ボールが。左右に散らせて、それでミスが少なく、左右に散らす。左右に散らすといっても、特にストレートを打つっていうな、となると、ネットってこう真ん中に沈んでるじゃないですか。真ん中に沈んでるんですか。だから、真ん中を中心に入れてれば、ネットに引っかかることはないんですけども、あえて、その、沈んでない高いところ、端っこですね。端っこで、こう、ストレートに打つ。これの、精度なんですよね。で、その精度がフェデラー選手の方が、まあ、上でした。ね。ただ、錦織選手も、まあ、全然、もう、がっぷり打って、組んでて、一方的に負けたというわけじゃなかったんでね。
まあ最終戦、このフェデラーに勝たない限りは、世界チャンピオン見えてくるんですね。あとジョコビッチですか、ね、あの別な山に行っちゃいましたけど、ジョコビッチだから、まあ準決勝か決勝でジョコビッチと戦って、これに勝てば優勝見えてきますね。なんでね、もうちょっと期待して、見てみたいと思います。まだまあ先ほど言いましたけども、錦織選手をはじめとした日本人選手の総括はこの大会が終わった後、この大会の結果とともにお話ししたいと思います。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス、アスタマニアナ。